このセッションは中島雅宏さんと中島涼子さんにご登壇いただきます。お二人はおしまいでの、登壇となります。中島雅宏さんは株式会社フリップフラップの代表としてウェブエンジニア、デザイナー業に従事しています。ワードプレスのプラグインの作成や、書籍の執筆の経歴もお持ちです。中島涼子さんは熊本県在住で9年前からウェブデザイナーとして活躍されています。普段は受託で宿泊業や企業関連のウェブサイトを制作を行っていらっしゃいます。本日お二人にはページビルダーツールを使ったコードを書かないサイト制作として、実際にページビルダープラグインを使ってページを制作するデモを通してどのようにコードを一切書かずにウェブページを構築するかをご紹介いただきます。それでは中島雅宏さん、涼子さん、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。それでは、ページビルダーツールを使ったコードを書かないサイト制作というテーマで兄弟セッションを始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。まずはじめに姉中島涼子、私の自己紹介させていただきます。私は熊本県の玉名市というところに住んでいます。熊本県は熊本のおかげで多少有名になってきたんですけれども、玉名市というのがどういうところかご存知じゃない方がほとんどだと思いますので、今日は私の住んでいるところを表す数字をお持ちしました。こちらです。この 0.67、 この数字一体何の数字か分かる方いらっしゃいますか？実はこれですね、私の自宅のインターネット速度なんです。って聞こえたけど、まあ平成も終わろうとする中、もうこのご覧の通りインターネット速度は非常に低速です。もう未だに回線は ADSL のみという、そんなところで暮らしていながらも、まあ、ウェブデザイナーとして約10年間活動しています。私が所属している AQM という会社ですけれども、もともとはホバークラフトを製造開発していた会社です。ホバークラフトっていうのは、水陸両の、今ちょうど動画で流れるかな、水陸両用のかつて夢の乗り物と呼ばれたこういう乗り物を開発していました。まあ、ホバークラフトだけで経営が難しかったので、工場機械の製造開発なども合わせて行いながら、約10年前に2代目である私の夫が始めたのがウェブ事業部です。私は結婚する前まで医療関係の営業をしてましたので、ウェブに関する知識は全くありませんでした。そこですでにこういう仕事をしていた弟に弟子入りする形でウェブの勉強を始めました。初めの頃は私がデザインしたデータを弟に送ると、こういうふうに赤を入れて帰ってきて、そういうようなことをやり取りしながら遠隔でウェブのデザインを勉強してきました。で、まあ、大体3年ぐらい経った頃に師匠の方からもうお前に教えることは何もないというありがたいお言葉をいただきまして、現在までウェブデザイナーとして活動させていただいています。それでは師匠お願いします。はい、師匠の弟です。師匠の弟の、中島雅宏といいます。僕の方もちょっと自己紹介させていただきます。姉と同じ、もちろん熊本県の出身です。今僕の方は住んでいるのは、北区の赤羽というところで住んでて、時々ミャンマーの方で仕事もしたりしています。ちなみにミャンマーは発展途上国みたいな、結構まだ全然経済発展していないところなんですけど、インターネットの速度が2メガ出ます。ミャンマー低そうかな。普段は、ウェブ系のエンジニアとか、デザイナーをやっています。で、ワードプレスの関係の仕事では、こういった本を今はもう、3年ぐらい前ですかね、出しまして、ちょうど今年、HTML5 CSS 完全大辞典という本も、出しました。ちなみにこの本を持ってる方っていないですよ。あ、私も買いましたよ。さすがお姉さん。3冊買いました。3冊ありがとうございます。姉の愛を感じます。じゃあ逆に、HTML とか CSS とかあまり分かんないよとかいう人いますか？あ、今ちょっとあれ、お姉さん、あなたは分からない？いや、分からないというか、全く、まあ、こういう仕事しているので分からないわけじゃないけど、フォントタグぐらいはしてます。フォントタグは使いませんよ。もう使わないの？使いませんよ、この時代。10年ぐらい書いてなかった。書いてません。あ、そう。ページとも書いてません。書いてないそうです。そんなんであなたはちゃんと仕事できてるんです。ちゃんと仕事できてます。今日はですね、ちょっと師匠に私がデザインしたデータをお見せしようと思いまして、お持ちしています。こちらです。お、綺麗なサイトをやってますね。ちゃんと仕事してますね。ちなみにこれ私デザインだけじゃなくて、組むとこまで一人でやってるからね。HTML 分かんないのに。分からないのに。それはどうやってやってるんですか？それはですね、このビーバービルダーという、
こういうものを使ってやってます。このビーバービルダーというのは何なんですか？このビーバービルダーっていうのは、ワードプレスの公式プラグインでドロップ&ドロップでウェブサイトを作ることができます。私はこのビーバービルダーのプロ版を仕事で扱っています。あ、プロ版も GPL ライセンスだから、まあ、仕事とかでもちゃんと使えるという感じなんですね。そうですね、もうあなたの本なんていらないんです。いらないんですか？はい大ピンチじゃないですか、はい、弟子の反乱です。本当にこれでどうやって作れるんですか？これで、まあ、どういうふうに作ってるかそういうと思ったので、今日はこの場で実際にゼロからどういうふうに日頃作ってるのかをお見せします。今日作るサイトがこのようなサイトを作ります。飲食店のシングルページを想定して作らせていただきたいと。ちょっと切れてるこのつながってる感じですね、はい、これ今から全部作るんですか？そうです。大丈夫ですか？あとワードキャンプは時間に厳しいですよ。ちょっと頑張ります、はい、タイムキーパーさんの目が怖いですよ。まあ、ちょっと師匠の本が売れなくなるかもしれませんけど頑張りますそれでは始めたいと思います。はい、まずこれがワードプレスのビーバービルダーの画面ですか？何もゼロの状態ですね。そうです。このビーバービルダーっていうのをここで起動します。左側に映ってるのが今から作るデザインですね。今からゼロの状態で、まず一番上のヘッダーですね、よくあるロゴがあって右側にメニューってあるところ、ビーバービルダーは、まず列で今右側2カラムっていうのをやりました。で、今からまずヘッダーのところを作るので、背景の黒色の部分ブロックをまず作っていきます。000ではないデザイナーこだわりの黒ですね。で、次にモジュールというものを置いて、画像を配置します。で、メディアも、いわゆるワードプレスの画面からアップしているものを画像を選択してアップすると、まず悩んでます。あ、このように入っています。あ、カラムの中の左寄せですね。で、このように列を作ってカラムでどこに配置するかっていうのを決めながら、どんどん配置していきます。次、右側だからメニューですね。このメニューっていうものは、ワードプレスのを使ったことある方だったら分かるかもしれないんですけど、あの外観のカスタマイズとかのところにメニューって並びがあって、そこで作ったメニューが、今の一般のタブ、一般のタブよの、はい、はい、はい、先ほど聞きすぎましたこのヘッダーというところに現れてきます。そこであのメニューの何を表示するかは設定するという形ですね。で、その後、背景が白なので、そうですね、メニューの色を変える。このように、レイアウトに合わせてモジュールを配置してそれの設定をしていくっていう手順でビーバービルダーで構築することができます。で、今一旦ちょっとこうできたんですけど、なんかロゴとに対してメニューがちょっと上すぎないですか、涼子さん？それもちゃんと合わせることができます。こちらのカラム設定で列の高さを均等にする中央で、これで OK です。お、メニュー完成ですね。で、次がじゃあメインビジュアルのとこですか？そうです。じゃあ次行きます。次のブロックごとに列っていうものを配置して、ってことは画像を配置するわけですか、ここ？ここはせっかくで今日よくあるスライドショーに。はいはいはい。で、スライドショーで、あそこの背景が変わるっていう感じなんですね。で、オーバーレイ。あ、この上に、そっか、ロゴの画像を、ちょっと写真が明るすぎるので、オーバーレイの黒色の半透明を配置することによって、この後載せるロゴですね、あの熊本馬肉ダイニング、ちょっと涼子さん早い、あの職人芸すぎる職人芸すぎで、画像の、ブロックを配置して、あそこの熊本馬肉ダイニングというものを配置するわけですな。そうです。一応これが1は、まあ、左に寄せて、あああ、ちょっとあれ、りょうこさん、メインビジュアルの高さが低くない？メインビジュアル、一回置いてみて、まあ、低いと思ったときは、今度は行の設定の詳細のところでパディングを取ります。あ、パディングの高さを上下につけることによってメイン画像の高さを作るってことですね。いいです。で、まあ、これ
ちょっとここが小さいので、もうこの画面上で操作します。ああ、そのレイアウトがドラッグ&ドロップで動けるから、この中にある画像は、レスポンシブのようにその画像に合わせてサイズが変えれるということができますってことですね。そうです。これでメインビジュアル完成で、次がその下のブロック、左側がテキストがあって、右側に丸い写真が載ってるブロックですね。でここもまずは、背景を黒色にする、こだわりの黒、こだわりの黒、すいません、はい、222ですか。そうです。この222とかって何回も続くから取っといたりできないですか、保存。あ、できますよ。あれこだわりの黒、プラスにすると保存できて、次カラープリセットで保存ができる、はい、で次左側がテキスト、見出しテキストボタンみたいな感じなので、モジュールの中で、あ、見出しというのがあるんですね。でそれを配置、なんか分かってきてますよ、ここも。ここに、まあちょっと時間がないので、ここはここにテキストが、見出しかあります。あ、でスタイルでテキストの色、あ、その前にタグ、フォントタグが H3 というふうに選べるんですね、ここ。なので、まあ、ちょっと HTML5 の、工順に合わせたようなのが作れます。テキストの色ここで、まあ、合わせれるんですけど、他の下に続くテキストも白なんで、ここで行の設定です。あ、もうこのカラムの色を、あ、列の色かをまとめて設定しておくっていうことができるわけですね。じゃあその次テキストだから、テキストっていうのがあるの、あ、エディターですね。いわゆるワードプレスのウィズビグのエディターがあるので、ここでテキストをポンポンポンと打つことができると。だからきっと多分ここは本当はいわゆる B タグとかストロングタグとかも設定できますね。で保存で、次がボタンが2つ、ボタンが2つなので2カラムをまた入れます。カラムの中にカラムは入れることができます。ただ、これは1回の入れ子しかできないんですよね。そうです。これにさらには無理です。だからカラ、列は2回の入れ子までできる。で左側にボタンというまたモジュールがあるので、これを入れるわけで、そう、デザインだと、ちょっと見えにくいです、これ。ボタンの左側にアイコンがあるので、アイコンも、ビーバービルダーというこのプラグインから選べます。でこのアイコンはいろいろできるんですけど、これフォントオーサムって言って、結構ウェブ制作してる人だったら知ってると思うんですけど、ウェブフォントでできたアイコンですね。それを自由に選んで、背景色を、ちょっと入れるわけですね。でホバーボタンが、カーソルが乗った木のホバーのカラーができて、全幅ってすると、この列の中で今ちょっとビクってなったんですけど、ここの列の全部の幅にワイド 100% の形になるということがあります。でこれを、ヨコさん、もう一回これボタン同じのモジュール配置するんですか。全く一緒なんで複製します。あ、複製ボタン、複製でドラッグ&で移動。じゃあ本当はここにまた文字を変えればボタンができるということなんですね。同じように画像のモジュールを右側に入れて、なんだあれは、あ、人の写真ですね、近くを配置、もう列を作ってモジュールを配置して、それに対するスタイルを設定という感じですね。ちなみになんかりょうこさん、写真が丸くないっす。そうですね、ちょっと丸に、せっかくなんでしょうと思って切り抜きで丸にします。あ、こういう風に設定することによって、いわゆる多分 CSS3 のプロパティとかが設定ができていくって感じですね。でなんとなくあれですね、写真が対してテキストがちょっと右上寄りっていう風になってる時は、列の高さを中央にっていう風にすると、 この写真とちょっとストップ写真とこっちのテキストが中央に、列のカラムの中で、中央寄せというような設定も可能です。これでバランスが整えられるって感じですね。じゃあ次、あそこ、セクションの見出しですね、写真があってランチというセクションなんですけど、これも同じように背景に画像を設定します。ただ、ちょっとパララックスで入れたいと思います。スクロールに合わせて背景がこう動くような設定ですね。それを設定するとポンってもう入って、またオーバーレイ、この上に人のフォントを置いたらちょっと見えにくいんで、明るいんで、そういった時にもやっぱりオーバーレイの、
黒の背景とオーバーレイ不透明 50% のものを配置することによって見えやすくすると。でまた高さを上下200入れてちょっと見出しっぽいセクションを作っているってことで、りょうこさん、はい、ちょっとこれ上上げない、ここあそこ上がんないのか、そうか下作ってないから上がんないんですね、すいません。でモジュールでまた見出しの配置で、ここはランチ、ランチの見出しセクションでスタイルでまた FFF ですか。ちなみにりょうこ姉さん、はい、僕だったらここは H2 かな。 H2 ですか、分かりました、はい、H2 で師匠に従います、 H2 かな、このタイミングならで保存という形で見出しが完成で、その下がまた分かってきます、2カラムのブロックを配置するんですね。そうです。で背景色、背景が色でさっき保存をしたので、このカラーピッカーで、おこだわりの黒が保存されてるわけですね。ちょっとここもテキストがもう全部白って決まってるので、この段階で先にしておきます。なるほど、もう別の色を変えてしまうという設定をして、まず左側に写真ですか。はい、画像が入ります。おでメディアをアップロード、だいたいこう簡単にやってるように見えて使いこなしてる感がプロっぽくていいですね。で次、あ、次ってあれでしょう、また見出し置いてテキストですか。次はここですね。ここは見出し置いてテキストでもいいですけど、もう少しちょっと便利な機能があるので、このコールアウトっていうのを使います。コールアウト、あ、コールアウトは見出しとテキストがもう、合体しているモジュールなんですね。こんな感じでいろんなモジュールがビーバービルダーにはある。でテキストをします。あの見出しの上に何かアイコンがあるんですけど、これはこの画像のところで、それの設定も合わせてできます。アイコンここに、またちょっと今見出しの上、見出しの上に画像が配置されているという状態ですね。で、ランチの今テキストが左寄せなので、中央に寄せると画像テキストっていう、モジュールが完成です。でその下にボタン、ボタンもここで全部設定がボタンまでこの1個でできます。多分よく使うのかなと思うので、テキスト見出しボタン、だからコールアウトというものは、画像を見出しテキストボタンっていうものがもう全部一致されてるっていうモジュール、で今ボタンの設定ですね。ボタンも赤色にして、ホバーの色、操作自体は先ほど使ったボタンモジュールと全く一緒という形で作ることができます。でできました。でこの後に薄い、白い線が右側のレイアウトにデザインでは入ってるんですけど、これは、カラムの設定、モジュールとは別にカラムの設定ですね。カラムの方にボーダー、ボーダーの直線白で幅を1ピクセル、いわゆる CSS のボーダープロパティがここで設定しているわけですね。高さもここで合わせていきます。あ、これでまた右側のカラムと左のカラムがあって、中央寄せにするっていう、先ほど上でやったブロックですね。一回ここで緑、一旦保存しますね。と一旦ここ、あ、パララックスがランチのところもちゃんとなっていますね、うん、早い、いいよじゃあ続けて、じゃあ次がその下がディナーのブロックなんだけど、また一緒のことをやる。ですね、その場合はもう複製をしてビーバービルダーの場合持ってこれるので、こういうの同じデザインを繰り返すとかも複製してこの下に持ってきます。そうすると左側ができるので、文字を打ち替える、写真と背景画像も別のものに差し替える。じゃあ一度作ってしまえば、ちょっと複製というのを繰り返してちょっと作れるわけですね。でここがランチがディナーで保存でも、で次のブロックもじゃあ複製っていうパターンが使える。で次ここ右と左側なんか逆にしたいんですけど、そこはもうドラッグドラップで力技でいくんですね。力技でいきますちょっとここ線が残っちゃってるので、それは消します。線はそう、線はドラッグドラップできないから、ちょっと右側左側で設定をしないといけないわけですね。そうです。
で FFF でここはまあ一緒の1ピクセル1ピクセル1ピクセルで、さ最後が写真もそのまま変えずにいきますね、最初から最後は地図のブロックですか。はい、1列1カラムか1カラムを置いてモジュールを配置する、配置この全幅ってあるんですよ。このモジュールちょっと見ていいですか。はい、モジュール今回やるのはこの地図。そうです。こんな感じで他にもまあ今日は多分ちょっと時間がなくてデザインないけど、価格表とかアコーディオンとか登録フォームメニューっていう風にいろんなモジュールがあるので、まあモジュールがどんなものかっていうのを頭に入れてしまうと、こうパッパッパッという風にデザインがで、制作ができるっていう形になります。じゃあ地図、これはもう Google マップのモジュールですね。あのうちの会社の住所もここで入れます。住所はもう日本語も OK なんですね。なんか渋い住所ですね。そうそう、海の近くなんでホバークラフトをやってるので、高さをじゃあ450、高さこだわりの50ピクセルこれで下に出てくるのかな。ダメット環境が新しく出てくる、出てくる、出てこない。インターネット、まあ Google マップだからインターネットの環境はがによってちょっとあまり良くないのかな。本当はここに地図が今出てきているはず。一回保存したらどうなります。一回保存しますね。お、会社が会社の住所を入力したんです。消えた。あれ、なんでリロード焦りますね。あ、本当に消えてるパターンですか今これ。もう一回入ってみた、もう一回入ってみたら今のサイト表示ですよね。お、なぜこれはピンチですね。これは本番は怖いもんですね。これはさっきのものが本当はここで表示されてるはず。あ、接続中ってなってるから、これネットオフにしてもローカルだよね、これオフでいいですか。 OK、 ちょっとネット今 Wi-Fi をオフにしたんで、このマークですね、 Chrome でネットがつながられた時の、意外とこれ実はゲームできるんですよ、知ってました。じゃあ、ここ本当はここの部分が地図が出てるんですけど、この余白、余白ですね、余白があるとちょっとかっこ悪いんで大丈夫です。皆さんの心にはここの Google マップが見えています。うちの会社がここのパディングが効いてるので、0にして小さくする。でこれあれよね、カラムのパディングとモジュールのパディングの2つが今効いちゃってるので、ここを全部000っていう風に。ちなみにこれデフォルト20なんですけど、これでこのデフォルト値って変えれるんですよね。デフォルト値はもう設定でさえあらかじめ変えることができます。10とか5とかで、というわけでとか言ってる間にもうサクッ と、1ページ完成です。さすが早い職人。ちなみにこのメインビジュアルのところとかって、なんかこうエフェクトとかそういったものもかけれるんですよね。ですね、例えばこれを、アニメーションを使おうと思うと、この画像の詳細のところにアニメーションっていうのがあるので、今右にスライドさせようっていうのを、何秒後 0.5 0.5 とさせて、さっと左から出てくるとかも設定できるんです。ちなみにこれレスポンシブはどうなってますか。レスポンシブはこのような状態ですね。ちゃんとレスポンシブを、一応対応していると。でもちょっと今のあ、はい、もう一回下がってもらっていいですか、うん、ランチ、写真、テキスト、ディナー、ん、
ちょっとこの見出しテキスト写真って順番がなんかランチとディナーで違いますよね。ちょっと気持ち悪いのでここもじゃあスマホの時だけの表示を変えたいと思います。つまり、どっちが先だ、ランチという見出しがあって画像をやってテキストという順番にしたいとき、今これ左側から積み上がっていってですね、でこういったのをスタック順、積み重なりってことですよね、を逆にする、小さくすると、ランチ画像をテキスト、ランチ画像をテキストっていう、あの2番目のブロックの積み重ね方が逆になるっていうパターンです。こういうのも可能です。ちなみに次はなんかメニューちょっとかっこ悪くないですか。あのタイトルの横に調整することもできるんですけど、一番ちょっと簡単なのはここの、これがハンバーガーアイコンになってるのを例えばメニューボタンにしてしまう。で、まあスタイルがまあ、メニューの背景とかを、まあ、赤とかに変えるとすると、あ、違う、こっちで聞いちゃった、じゃあ赤すいません私のやつから言ったらこうですね。あ、メニューのタイプもハンバーガーだったり、ボタンでそういったタイプのメニュー、こういったものもいろいろあるということですね。で、これって今回はシングルページだから、いいんですけど、ウェブサイトの時ってあのヘッダーとかっていうのを1ページ1ページ作らないといけなくなっちゃうじゃないですか。こういうのは共通化というのもできるんですよね、確か。そうです、あのここも全て共通化することができるので、例えば共通化して保存すると、1つを編集すると全ページ変わったりとか、まあ、ここ変えたくないよっていうところは共通化しないものを使ったりとか、そういうこともできます。そういったモジュールを作ることで使い回しもできるので、ウェブサイト制作の、省略化ですねというものも Beaver Builder でそういったのもサポートできています。じゃあですねこんな感じで、サイトをちょっと今回、デモンストレーションして一旦完成したんですけど、僕もあの最初に自己紹介した通りに、あの普段はどちらかというとテーマを1から書いて PHP 書いてファンクションの PHP 書いてみたいなことでやる方なんですけど、実際姉がちょっと Beaver Builder 職員になってて、いろいろ教えて、逆に師匠交代で教えてもらったんですけど、あのテーマをオリジナルで作ったとしても固定ページだけ例えば Beaver Builder にするとか、そういったハイブリッドな方法も可能ですし、何よりあのワードプレスなんで、あ、そのワードプレスは今までにいろんなプラグインがありますよね、そのキャッシュを作るとか、いや、そういったものの組み合わせっていうことができるのが Beaver Builder は使って僕はすごいなと思いました。例えばあの Beaver Builder と WooCommerce を一緒に使うとか、そういったことも、やることが可能です。まあ、でもあのだいぶ時間がいい感じだ、いい感じでやれているので、もう一度ちょっと見せてください、軽くできるんで、じゃあそうですね、一応こんな風にサイトがちゃんとこの短時間で作ることができました。正直ここまで速い速度でできると思ってなかったので、うちの姉にもう一度拍手をしてもらっていいですか。ありがとうございます。まあ、通常はもう少しスマホでの調整とか今回ちょっとしなかったんですけど、まあ、パソコン画面、じゃあタブレットの時のサイズ、スマホの時のサイズと3段階で調整することができますので、もう少し細かい調整までやったとしても通常では1時、あれぐらいだったら1時間ぐらいで全部調整まで終わってしまうような感じで仕事としてはやっています。で、まあ、じゃあ最後にですね、Beaver Builderを私が使い出して約この2年間の間にちょっと感じたことについて最後にちょっとお話しさせていただきたいと思っています。まず1つ目、今回のワードキャンプ東京のテーマでもありますチャレンジ、挑戦することをですね、私はあの先ほどから言ってますけど HTML、CSS が全くわからない状態で Web デザインのみをやってきました。もちろん一人であのデザインからコーディングまであって一つのサイトを作ってみたいという思いはずっと持っていたんですけれども、今からコーディングの技術を勉強すると考えてしまうとその時間や手間に躊躇してしまって、なかなか新しい一歩が踏み出せないままもう学ぶこと自体を諦めていました。そんな時に出会ったのが Beaver Builder です。初めはドラッグ&ドロップでこんなに簡単にサイトが作れるんだと驚きはしましたが、なかなか自分が思うようなサイトを実現させることはできませんでした。そ
ここでビーバービルダーのサイトやユーザーのブログなどを読み漁りながら、いろいろ試してみたりしながら、ようやく自分が思うようなサイトが実現できたときに、コードがわからない私でもこんな綺麗なサイトが作れたと本当に感動しました。もしあの時挑戦していなかったら、こんな感動を味わうことはなかったと思っています。そして2つ目、チェンジ。ビーバービルダーを導入したのは熊本地震直後のことでした。熊本地震が起きた時、多くのクライアントが営業情報などの発信をスムーズに行うことができませんでした。そこでビーバービルダーを導入することによって、コードがわからないスタッフでも簡単に更新ができるようにという思いで導入しました。今では災害時をはじめ、クライアント自身が積極的に情報発信を行っており、サイトに関する意識も大きく変化してきました。そしてもう一つ、私自身にも変化がありました。私はビーバービルダーのことでわからないことがあったときに、ビーバービルダーユーザーのブログやフェイスブックページなどを読み漁っています。そうすると、言葉は違ってもみんな悩んでいることが同じだったりして、なんか世界中の人とビーバービルダーを通じてつながっているような気分になりました。もっと多くの人とコミュニケーションを取りたいという思いから、ビーバービルダー本社に直接コンタクトを取り、今日本語でのヘルプサイトを作っているところです。そして私は英語が苦手だったんですけれども、苦手だった英語でさえも積極的に勉強しようという気になり、ついこの前は家族でフィリピンに語学留学にも行ってきました。ビーバービルダーは私の一人で一つのサイトを作ってみたいと思う夢を実現させるためのツールの一つでしかありませんでしたが、結果的には夢の実現にとどまらず、大きな可能性を広げてくれました。私がこの2年間の間に思ったのは、不可能だと思って諦めるのではなく、可能な道を見つけ挑戦すること。そうすることによって大きな人とのつながりが生まれ、大きな可能性が広がってきます。今回のワールドキャンプ東京への登壇も、私にとっては新しい挑戦であり、大きな変化でもありました。今日はビーバービルダーのデモをさせていただきましたが、ビーバービルダーにこだわらず、ぜひ皆さんの中で何か挑戦したいという思いがあればやってみてください。もしかすると今までと違って思ってたのとは違うやり方が見つかるかもしれません。ぜひ新しいステップが生み出す大きな可能性について感じてもらえれば嬉しいです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。中島雅宏さん、中島涼子さんの、セッションでした。こちらちょっと時間早く終わりましたので、質疑応答に移らせていただきたいと思います。何か質問したいお客様いらっしゃいますでしょうか。こちらの方よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。仕事で私が使うときはどうしてもビーバービルダーだけのコードが書けないのですね。モジュールだけでは私の中ではちょっと再現できないのがあるので、有料のアドオンっていうのがあります。有名なのはパワーパックとかいうのが有名なんですけど、そちらを購入して使っています。するとちょっと言葉わかんないんですけど、このホバーしたときにくるって回ったりとか、なんか別の画像が出てきたりとか、もっといろんな、カスタムスライダーっていうのかな、なんかちょっと画像が流れていくとかがありますので、それを使ったりしてます。あともう一つテーマっていうビーバービルダーが出しているもう一つのプラグインがあるんですけど、そのテーマっていうものはを使うと、先ほどメニュー、スマホでのメニューがあったと思いますけど、あれがもっと凝ったメニューが作ることができます。それはコードは一切書かずに、なんか横からメニュー、ハンバーガーを押すとシュッて出てきてメニューが出てくるみたいな、そういうのも作ることができるので、アドオンを並行しながら使っています。大丈夫でしょうか。ありがとうございます。他に何か質問ある方いらっしゃいましたら、挙手お願いいたします。じゃあよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。僕は手打ちする方が好きなんですけど、ビルダーで作ったものを後からどうしても手打ちで合わせたいとか、そういうようなことってできますか。ビルダーで作ったページをその後手打ちというのはちょっと正直難しいです。
なのでそこら辺は、なんていうか、まあ、その目的に合わせて割り切るっていうところは必要にはなりますね。ビルダーで作るとやっぱりどうしても、手浮きでやったものよりはちょっとソースコードはちょっとぐちゃっとしたりはしますけど、ちょっと言葉あげにくいですけど、某有名なこういうビルダー系のウェブサービスとかで作ったりすると JavaScript だらけになって意外と SEO とかが弱かったりするんですけど、ページビルダーは、特にビーバービルダーはちゃんとちょっと構造は汚いかもしれないんですけど HTML をちゃんと吐き出すっていうものができています。またちょっと先ほども言いましたけど、プラグインとかが併用できるので、例えば普通の手打ちのページは手打ちのページというか、まあ自分でカスタマイズしたテーマで、お問い合わせフォーページ固定ページを作って、まあ、そこにはコンタクトフォームセブンを置いたりとか、また会社概要ページだけは、ちょっとコツはいるんですけどページビルダーで作るみたいな感じでちょっとこう併用するっていう使い方はできます。ただ吐き出されたものをちょっと手打ちで直すとかはちょっと難しいですね、ページビルダー。そこはちょっとどう地を目的にするかみたいなのかもしれないです。ありがとうございます。ありがとうございます。他に何か質問ある方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫ですかね。はい。あ、いいですか。あ、じゃあどうぞよろしくお願いします。これ使ってお客さんと仕事をするときってどういう感じで進めてはるかなって結構聞きたいんですけど、一緒に作っていくような感じで作っている。ですね、まあ、そのお客さんにも、まあ、まあまあもちろんあれですけど、基本的には最近例えばもう簡単なワイヤーがあってもう写真も決まっていたりとかするともう PSMI まではデザインしたものを見せてっていうことをしてたんですけど、逆に先にもう組んでしまって見せてしまうことが多いです。それを完封として、でそこから修正が入ったところで直しやすいんですよね。PS で直して、で結局それよりもお客さん画面で見せた方が分かるんですよね。動きとかももっとこういうふうに動かしてほしいとか、そういうことも紙でするよりもこっちの方が早いので、先にも完封として組んだもの、軽く細かい調整はせずに軽く組んだものを先にそれを完封で出します。でそれで OK をもらったり、もっとこうしようこうしようって話をしながら、逆にその打ち合わせの段階で写真も差し替えもできるので、そのちょっとサイトをこう、スタートするまでの期間はとても短くなりました。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。すごく便利かなと思ったんですけども、なんか特におすすめの勉強するためのサイトとかがあれば。そうですね、やっぱ日本でビーバービルダーを紹介しているサイトというのが今非常に少なくてですね、私も外国のだとたくさんあるんですけど、それを探しながら翻訳しながら今までやってたので、ちょっとそういうのが私の中でも大変だったし、日本の方にももっとたくさんビーバービルダーを触ってもらいたいので、今先ほどにもちらっとお話ししましたが、ビーバービルダーの情報者に了解を得た上で、今日本語でのヘルプサイトを構築しているところです。一応表に出してるんですけど、全く今ちょっと更新ができてないので、きちんともう少し整えてからご紹介させていただきたいと思ってますので、頑張りますので、その時はぜひご覧いただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。他いらっしゃいますでしょうか。はい、じゃあ、内容なのでこちらで終わりにさせていただきます。ちなみにお二人この後ネットワーキングルームにいらっしゃるとのことなので、何かちょっと手を挙げづらいなとか、何かちょっとこっそり聞きたいとかっていう質問がありましたら、ルーム J のネットワーキングルームまでお越しください。それでは、ありがとうございました。皆様、中島正弘様、涼子様に今一度大きな拍手をお願いいたします。